どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は、ニューヨークのね一番南側、バッテリーパークに来ております。本日はですね、ニューヨーク自由の女神の、台座の中っていうのをね、今回紹介させていただきたいなと思います。でこの台座のチケットなんですけども、今私は12月1日に来ているんですけども、予約を取ったのは2019年8月ということで、かなりね前にチケットを押さえたわけですね。というのもこの自由の女神のね台座の中のチケットっていうのはとてもね競争率が激しいんですね。ですので、もしね自由の女神の、台座の中までね観光したいっていう方はね、ぜひ早めにチケットを押さえてくださいね。むしろもう予約が決まった時点でねこちらの、チケットを押さえるぐらいの気持ちでも、いいかと思います。でこちらねニューヨークシティパス、ビッグアップルパス等々のね、まとめチケットってありますよね。それにね追加で、クラウンチケットだけっていうのは販売しておりません。ですので、購入する際は自由の女神まで行くチケットと、クラウンチケット追加で、購入みたいな形となります。その点もね、注意していただけたらなと思います。ニューヨークね観光される方でシティパス、ビッグアップルパス等々でね、来る方多いかと思うんですけども、残念ながらねそれに追加料金で払って、入るみたいなことはできませんので、シティパスの場合はね追加で、自由の女神のねチケット代が、余分にかかるということだけ頭入れといていただけたらなと思います。こればっかりはねちょっといろいろ考えたんですけど、どうしようもないかなっていう感じですね。もし、台座の中に、貼りたいという方はね、そういう感じで利用するしかないっていう感じですかね。今ね8時ぐらいでこれからねチケットブースでね引き換えをして、自由の女神の方にね入っていきたいと思います。というのもクラウンチケットの場合は、窓口で引き換えとなります。でこの自由の女神の、入場なんですけども、このチケット引き換えブースがちょうど今ここにあるんですけども、こちらねとても混み合いますんで時間に余裕を持ってね、来られることをお勧めします。それではねチケット交換していきたいと思います。それではねチケット引き換えブースは、で、この見えますかねウィルコールって書かれている、窓口ですね。チケット売り場6番ですね、こちらに来るようにしてください。はい、good morning. I have a crown ticket. Yes, sir. Yes, sir. You need ID? Yes, please. Great, here you go.Perfect, here you go. Third, you. Okay, this is your ferry ticket and your wristband. My coworker on the side, he's gonna help you place them on. Have a great day. Thank you. Oh, yes. Who's supposed to be doing wristbands? So, I think she's running late. Go all of his feet. Alright. So, when you go out these doors,Make a left, go to the blue. Thank you so much. あの自分でできますよ、私。びっくりしたわ。新手の詐欺かと思った。それではね、チケットを購入することができました。こちらが自由の女神の、入り口のチケットですね。チケットを受け取ったと同時にですね、係の人に囲まれまして、こんな感じで、クラウンチケットのねこれがクラウンチケットのチケットなんですけども、これをね腕に係員の方が巻いてくれるんですよね。正直相当ビビりましたね今。これはさすがに自分でもできる。いや囲まれて一体何かと思ったら手出してって言われたんで、手出したらこういうことだったんですね。本当にびっくりしました。で、まあ、この点もねもしかしたら巻かれる、まあこれもね混んでたら多分されないと思うんですけども、一つ頭入れといていただけたらなと思います。かなりビビりましたね、一気に囲まれたんで。2人ぐらいに囲まれてやっていただきました。それではね、乗船場所に移動したいと思います。で今ここ、私が立っているこの場所、
まあ、こちらチケット売り場ですね。で出ていただいて左に向かいます。今回のねこの動画は十の女神の台座の中の動画ということですんで、ここでね、一気に、台座の中までね映像を飛ばしたいと思います。で、もしね自由の女神のね、動画を、全体的に見たいという方はね、別に動画出しておりますんで、そちらね参考にしていただけたらなと思います。それではね台座の中に移動します。飛ばしますと言って、また動画を再開させていただきましたけども、今ね朝の8時過ぎぐらいなんですけども、すでに、ね、人集まってきております。今この12月の1日ということで、これからもう完全にニューヨークはスペシャルハイシーズンになっていきます。一泊のホテル代も5万円ぐらいのね、そのぐらいの季節になります。で、もう朝の8時でね人集まってきてますんで、もしね、ニューヨークこれから来られようっていう方はね、じゃない自由の女神ね、観光されたいっていう方はね、ぜひね早めに来ることをお勧めしております。これが多分11時とか10時とかになると、さらにね混み合うと思いますんで、その点ね覚えておいていただけたらなと思います。それではね無事、スターテン島に来ました。これからね自由の女神のね台座の中の方の受付に行きたいと思います。ちょうど後ろ側が自由の女神の博物館がありますね。今私は左からこうやって来ました。で自由の女神はね後ろ向きの自由の女神の横こちら歩いていきます。それではねこちらがクラウンチケットの入り口です。なんですけども、カバン等々をね預けなくてはいけませんので、軽装でね、オンリーカメラオンリーフォンみたいな感じで、チケットに書いてあります。こちらがロッカーになっておりまして、こちらでね、預けていきたいと思います。それではねこちらのロッカーなんですけども25セントこちらですね、こちらが必要となりますんで、こんな感じでね両替機はあるんですけども、かなり読み取りが悪いです。私もね何度かチャレンジしてやっとっていう感じでしたね。それではねここに入れて閉めると抜けましたね。まあこれでロックがかかったっていう感じです。これが鍵ですね。それでは中入っていきたいと思います。それではね入場にはこのチケット、先ほどの、入り口のチケットですね、こちらとこのね腕に巻いてもらったこのチケットが必要ということです。それでは行ってみたいと思います。 Thank you。それではね中に入っていきたいと思います。それではね中に入ってきました。先ほどね建物で、第2のねセキュリティチェックがあります。で結構厳しめに、ベルトとかも全部ねもう一度全部外されますんで、その点、ご注意ください。でこの建物に入るとですね、あんな感じでクラウンって書いてありますね。でこの2階部分にですねお手洗い等々もありますんで、利用される方はねぜひ利用してみてください。自由の女神のね、ギフトショップレストランエリアにね、お手洗いはもう一つあります。それではね行ってみたいと思います。
こちらですね、クラウンアクセス、こちらに行きたいと思います。こちらですね、今ここにいて176階段あります。でここ全部ね、階段で歩く感じになりますんで、その点はね覚えておいてください。このエリアなんですけども、私がね、2、3年前に来た時はここ、開放されてたんですけども、もう非常口オンリーということで、もう外にはね出られないようになってしまいましたね。これはちょっと残念ですね。それでは上上がっていきたいと思います。あと128のとこまで来ました。108の塔まで来ましたね。108回じゃないですね、あと108段ですね。あと67段ですね。ちょうどもうちょっとですね、半分行くか行かないかぐらいですね。それであと45段です。それであと26段。ちょうどね真ん中エリアに来ました。ここはね外に出れるみたいですね。ちょっと外はねだいぶ風が強いと思いますんでご了承ください。それではね室内に戻ってきました。これからね、階段に上がっていくわけなんですけども、こんな感じでね、かなりね、階段狭くなっていきますので、もうこれでね、頂上まで行く感じになりますんで、今までのねこのぐらいの大きい階段とはねまた打って変わってかなり狭くなりますんで、その点ね気をつけていただきたいなと思います。それではね、こちらがもう内部の階段ですね。もう、なんていうんですか、こちらとか見ていただけると分かる通り、銃の女神のね、外観の内側っていうのがね、見て分かりますね。いや、これはすごい。それではね、頂上まで着きました。こんな感じでね、係員の方もね2人、この頂上付近にはいます。で私のこの朝1の時間帯だとですね、かなりね、まあ、人はいるんですけども、まあ、そこまで混み合ってないので、まあ、ゆっくり見れるかなと思います。まあ、私もここに今 2、3 分いるんですけども、1人も次の方がねまだ上がってきておりませんので、まあ、そういう意味ではねここかなり狭いですので、そういう意味では、早めの時間帯がね、ゆっくり見れると思います。混み合ってくるとねおそらく係員の方に、誘導をね、促されると、個人的には思いますので、早めに来ていただけると、まあ、ゆっくり楽しめるし、ゆっくりね写真も撮ることができると思います。
それではね、次の方が来ましたので、私はね、下に降りたいと思います。下を見るとね、こんな感じで、かなり急な階段ですよね。ちょうどね、一休みスポットで休憩してます。かなりね、上がるのも大変なんですけども、下がるのも大変なんでね、本当に足元を気をつけて降りてくださいね。かなり狭い上に、かなり急ということになっておりますんでね。それではね、さらに下戻りたいと思います。それではね、行きに来たこの中階段の方にね、戻ってきたわけですけども、私が行った時にはね、来た時にはかなり人が少なかったんですけども、今ね、かなり人が多くなっておりますんで、やはりね、私の自由の女神の動画でもね、話したことなんですけども、この自由の女神のね、観光はね、まあ、できるだけ、まあ、早くね、来られると、まあ、ゆっくり見られるっていうのもそうですし、普通のね、この自由の女神自体の観光も、かなりね、空いている、まあ待ち時間がね、やはりここはフェリーでアクセスしますんで、まあ、そういう意味でも、まあ、早く来られる方はね、ゆっくり見られるのではないのかなと個人的には思います。行きの時にね、ここも通るんですけども、腕にね巻かれましたよね、クラウンチケットのパス、この階段を通過する際にここでね回収となりまして、しかもね、持ち帰ることはできないというふうに今仮の方にね、方に聞きましたんで、残念ながらね、ここで、まあ、捨てるという形になります。それではね、下の方に戻りたいと思います。いかがだったでしょうか。今回は、自由の女神のね、台座の中を、今回紹介させていただきましたけども、ぜひねニューヨークこれから来られる方はね、早めにチケットを手配していただいて、この自由の女神ね、観光と一緒に、中もね、見ていただけたらなと個人的には思います。まあ、私はね、この世界遺産であるこの自由の女神、この内部ね初めて見た時はかなり感動したんで、ぜひね、これからニューヨーク来られる方、見ていただけたらなと思います。荷物をね、少なめに来なきゃいけないっていうのがねあったりとか、まあ、ロッカーに物を預けなきゃいけないとかね、ありますんで、まあ、ちょっと大変ではあるんですけども、まあ、せっかくなんでね、見ていただけたらなと思います。こちらね、一般の入場のね、この自由の女神のチケットと、5ドルぐらいしか変わらないんですよね、値段が。まあ値段的にもね、そんなに高いものではないので、まあぜひね、ニューヨーク来られる方、見ていただけたらなと思います。今回の動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではね、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。